ブエノスアイレス首都市教座聖堂外管聖堂内、中老聖堂内祭壇前、ブエノスアイレス大市教区は、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市を管轄区域とするカトリック教会の教会法上の領域であり、教区である。ブエノスアイレス首都市教座聖堂を母教会とする。ブエノスアイレス大市教区の領域は203平方キロメートルを有し、 人口は272万9610人。うち約250万人がカトリックの信徒であり、182区の小教区によって構成される。フローレス区、デボト区、ベルグラーノ区、中央区という4つの地域の主教代理がそれぞれを死牧し、各地域がさらに20に分けられて除災により死牧されている。ブエノスアイレス大司教区は11の属死教区を率いる。 アベジャネーガラヌース教区グレゴリオデラフェルエレ教区ロマスデ、サモーラ教区、メルロモレーノ教区も、ロン教区ブエノスアイレス制、シャーベル教区さんイシドロ教区さんフスト教区さん、マルティン教区サンミゲル教区ブエノスアイレス聖母マリアサンジョ教区ブエノスアイレス大師教区は、もともとは1620年4月6日にパラグアイ市教区から分離独立した教区であり、当初は、 死教区として設立された。その後、1866年3月5日に、市教区から大司教区へと格上げされたが、同時に、それまで同教区が率いていた、モンテビデオ大司教区、パラナ大司教区、ラプラタ大司教区、ビエドマ死教区という広大な区域が、新たに別の教区として、分離独立した。2013年3月13日、時の大司教であったホルヘマリオ・ベルゴリオが、 フランシスコの名で教皇に選出された。その後、教皇フランシスコは2013年3月28日より、マリオ・アウレリオポリを公認のブエノスアイレス大司教として任命した。1620年4月6日に、ブエノスアイレス司教区が設立されてからの在地権者の一覧は以下の通り。ペドロ・カランサ、カルメル会、クリストーバル・デ・アレスティ、ベネディクト会、 クリストーバルデラ・マンチャイ、ベラスコ、ドミニコ海、アントニオ・デ・アスコ・ナイン・ベルト・ガブリエル・デ・アレーギー、グティエレス、フランシスコ海、ペドロ・デ・ファハルド、三位一帯海・フアン・デ・アレーギー、フランシスコ海、ホセ・デ・ペラルタ・バル・ヌエボ、ドミニコ海、カシェタのマルセラーノ・アグラモント・ホセ・アントニオ・バスルコイ、エレーラ・マヌエル・アントニオ・デ・ラ・トーレ・セバスティアン・マルバルイ、ピント、フランシスコ海、マヌエル・アサモール・イ・ラ・ミエレス、 エドロイノセンシオベハラーノベニートルエイリエガ、マリアーノメドラヌマリアーノホセデエスカラーダレオン、フェデリコアネーロス・ラディスラオ・カスティリアノ、マリアーノ・アントニオ・エスピノーサ・ホセ・マリア・ボッターロ、フランシスコ・カイ・サンティアゴ・コペリオ・フェルミン・エミリオ・ラフィーテ、アントニオ・カッチャーノ・フアン・カルロス・アランブル、アントニオ・カラシーノ・ホルヘ・マリオ・ベルゴリオ、イエズ・スカイ、マリオ・アウレリオ・ポリ。ありがとうございます。